Hello.pc は NTT PC コミュニケーションズによる技術広報ラジオです。皆さんの仕事や勉強などに役立つ情報を発信するとともに、この会社が身近に感じられるような音声コンテンツを目指します。パーソナリティの平田です。前回の続きとして、デベレルチームの2023年度の活動の振り返りと今後の展望、その続きをやっていきたいと思います。今回もゲストは小野寺さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、前回はというと、デベレルチームがどんなものなのか、なぜ立ち上がったのか、で今どんなことをしているのかっていうお話をしたり、あとはハロー .pc が2023年度、こんな実績でしたとか、こんな感覚でしたっていう振り返りをお伝えしてきました。ということで、2回目後半の方では、社内勉強会の振り返りであったり、その先の2024年度とか今後の展望としてどんなものを描いているかっていうお話をしようと思います。じゃあまずは社内勉強会のお話、ね、そうですね、はい、あのハロー .pc はですね、ポッドキャストの方は平田くん中心にやってもらってるんですけど、私小野寺はですね、社内勉強会、月1で開催している社内勉強会の企画運営っていうところも担当しています。はい、で、まあ、勉強会っていうとなんか堅苦しいイメージになるかもしれないんですけど、PC サロンっていう名前をつけてですね、はい、徐々に社内にも浸透してきて、させることができてるかなというふうに思っております。はい、で、まあ、PC サロンっていう勉強会とか、まあ、社員同士のディスカッションの機会をですね、月1回、今月やるやつで19回、これまでやってきています。そうですね、デベレルチーム立ち上げてどのくらい経ったかっていうのを触れてませんでしたけど、約1年半ぐらい経っている状況です。なるほどです、はい、忘れてましたが、で、まあ、立ち上げから月1程度で、開催しつつ、うん、まあ、NTT PC のエンジニアを主にターゲットにしてですね、各エンジニアが参加してきたイベントのレポートをしてもらったり、はいはい、まあ、社内の施策、まあ、いろいろ社外 NTT PC の研究所の方をお呼びしてですね、うん、最新の技術動向みたいなものをレクチャーいただくような企画っていうものを展開しています。はいはいはい、エンジニアが気になること、気になる情報を提供するっていうところを、まあ、念頭において運営しているっていうのが現状です。なるほどです。私もよくその PC サロン事前の作戦会議一緒に やらせてもらったりとかしてるんですけど、かなりテーマ幅広いしカジュアルなやつが多いですよね。そうですね、あんまり堅苦しくするとですね、まあ、聞いてる方も疲れちゃう、はい、まあ、息抜きも兼ねて新しい情報を取り入れてもらえたらなっていうコンセプトで開催しています。そうですよね。おかげさまでだいたい1回あたり100名前後の参加者が募れているんですけど、うん、まあ、ほぼほぼオンラインで参加される方がほとんどで、はい、まあ、スピーカーだったり登壇ディスカッションするパネラーの皆さんは NTT PC のオフィスに来ていただいて、はい、まあ、それを Teams 会議で配信してリモートワークされている社員の皆さんにお届けするっていうようなハイブリッド開催で毎回展開しています。はいはいはい、やってることよくわかりました。じゃあこれの良かったこと、反省とか、こう小野寺さんが主観的にどうだったかみたいなのはお聞きしていいですか？そうですね、まあ、この PC サロンっていうイベント企画もですね、社内にノウハウがある状態じゃなく、フルリモートワークの環境に切り替わってから、まあ、1、2年経った状態ではあったんですけど、はい、100名近く集まるようなオンラインイベントを、はい、しかも社員同士の交流を目的とした、はい、オンラインイベントをですね、取り仕切るようなノウハウ、私自身も専門家でもないので、まあ、そこを立ち上げて、まあ、1年以上継続させることができたのは大きな成果かなというふうには思ってます。本当にそうですね。ちょっとですね、途中心折れかけたんですよ。やっぱりオンラインって発言しづらいじゃないですか。しかも100人近く集まっているようなオンラインイベントってすごく発言しづらいかなと
というふうには思うんですけど、まあ、そのリアクションが、まあ、得られないであろう薄い環境の中でファシリテーターとかですね、企画運営っていうのを裏側からバックアップしていると、うん、なかなかこれで合ってるんだろうかとかですね、みんなどういう反応感想を持ってるんだろうかっていうのを手探り状態の中でですね、はい、やるのはなかなか骨折れるし心も折れかけたんですけど、はい、まあ、継続できたのは大きな成果かなというふうに思います。素晴らしい。はい、あとはあれですね、あの内政でハイブリッド開催の環境を整えられたっていうのがもう一つの成果かなと思っていて、はい、で、まあ、なかなかお金もかけられない、まあ、有志の活動なので半分オフィシャル半分オフィシャルじゃないみたいな活動なので、なかなかお金もかけられない状況の中でですね、毎回100名近く集めてハイブリッドオンラインと現地参加のオンサイトの、はい、ハイブリッド開催ができるような環境を整えられたのはもう一つの成果かなというふうに思います。はいはい、であとは1年以上継続してですね、まあ、社内にも結構知らない人はまだまだいますけど、はい、知ってる人も増えてきたので、まあ、PC サロンの集客力をですね頼りに企画の相談を他部門からもらえるようになったのも大きな成果かなというふうに考えています。いいですね。はい、で反省点としましてはですね、もっとインタラクティブな交流を図れるようにできたらなというふうに思うところです。どうしても毎回100名近く参加してもらえてるんですけど、8割9割はオンライン参加なんですよね、うんうん、で、まあ、社員同士の交流を目的にはしているものの、まあ、参加者同士の交流ってどうしてもツール上難しいですよ、うん、でだいたい毎回1時間ぐらいの枠でやってるんですが、まあ、ブレイクアウトルームとか使うようなコーナー企画とか用意すればまた違うのかもしれないですけど、はい、なかなか1時間の枠だと十分に交流図れるかというとそうでもなかったりするので、はい、まあ、インタラクティブな交流を図れるようにしていけたらなというふうに思っています。そこ難しいとこですよね、うん、本当やっぱオンライン開催だとコミュニケーションが1対単になり、うん、そしてかつ単方向になりみたいなありがちだと思うので、あとは PC サロンって企画はですね、社内向けに開催しているイベントなので、はい、まあ、社内だからこそ話せるような時間場所にしたいなというふうに思ってます。情報発信っていうとどうしても綺麗事綺麗なことばかり、うん、発信しなきゃいけないんじゃないかみたいな風に思う側面あると思うんですよ。インスタグラムとかね、フェイスブックとかちょっといいことを発信しなきゃみたいな風に思うところが出ちゃうかなとは思うんですけど、はい、でも実際仕事って綺麗なことばかりじゃないじゃないですか。そうですね、なかなかいろいろお客様とかユーザーの方にもご迷惑をおかけしてすることもありますし、はい、まあ、それを解消するためにもいろいろ泥臭いようなこともやらないといけないこともあります。あります、まあ、そういった仕事に付きまとってくる本音と建前みたいなところをですね、はい、まあ、ギャップがありすぎるとどうしてもしらけてしまうので、うんうん、社員の中で普段解消しえないような話をですね、みんな集まるところですることで仕事に付きまとう本音と建前のギャップを埋めるようなことをしていけたらなと思ってます。で、まあ、そういった活動を通してですね、いずれは社外のお客様だったりユーザーステークホルダーの方にもですね、本音と建前埋めた状態の価値ある情報を提供していけるような活動を促進していけたらなというふうに思ってます。なるほどですね。やっぱこうさっきも言っていただいた通り、発信していく情報の綺麗な一面と、あと普段仕事をやっていく上での、まあ、どうしても闇を抱えてしまう一面っていうのはあると思うので、うん、それをやっぱ放置してると、まあ、いつかこう取り返しがつかないぐらいのギャップになってしまうと思うので、うん、抱えている闇をこうみんなで共有してというか、うん、こういうのは現実としてあるよね、これをみんなでどうにかしていこうねっていう前向きな空気を醸成していれば多分大丈夫だっていう、そういうことなんですかね。そうですね。はい、そうしたら次は
今後の展望という話をさせてもらおうと思います。じゃあまずは、まあ、さっきと同じような流れでハロー .pc はこんな風にしていきたいですっていうのを紹介しようと思います。どうしていきたいですか？はい、まずはシンプルに継続していきたいです、うん、はい、今は2週間に1度の更新をやっていて、それは引き続きやっていこうと思っております。で、もうちょっとこうビジョナリーな話というか、はいはい、もう思想としてこういう感じで やりたいんですっていうのを、まあ、触れておくと、元の思想は前回というか振り返りのところでもちらっと触れたんですけど、あの社員のインプットとアウトプットを活性化することです、うん、学びのサイクルを加速させるみたいなことを、はい、まあ、私はあの目指してやっているわけなんですが、はい、そのために聞いてくるのは出演者の幅を増やしていくところかなと考えております、うん、はい、なんというかハロー .pc への出演をきっかけに、ああなんか案外外に発信するの悪くないじゃんって思ってくださる方が、うん、まあ、10人中1人でもいたらいいなと思っているので、そのきっかけをばらまくためにこう幅を増やしていこうかなと思っているところです。はい、はい、っていうのが、一つで、次にあの私自身がすごく楽しそうにやるとか、うん、実際に楽しめることをやっていくとかっていうのも大事なことかなと思っているので、こう楽しいぜっていうと、うん、はい、引き続き発信してというか周りの方たちに伝えていこうかなと思います。あとは振り返りのところでやってると褒めてもらえることが多いですみたいなことをお伝えしたんですけど、うん、あのまあ私のことはもう褒めていただかなくても大丈夫です、はい、代わりにあのゲストの方褒めてほしい。確かにそうですね、はい、はい、まあ、さっきの、 あの発信って案外悪くないじゃんって思ってもらいたいっていうところもあるので、うん、こうぜひゲストの方への何と言うんですかね、フィードバックであったりとか、うん、ゲストの方と全然今までつながりのなかったリスナーの方とか、はい、まあ、もしくはリスナー同士とか、うん、っていうところの関係性をどんどん強くできるようなものにしていきたいっていう思いがあって、まあ、そう思ってるのも私自身一緒に学んでいく仲間がいるおかげでやれているので、うん、仲間をみんなに見つけてほしいなっていうふうに思っていたりとか、そういった思いがこうバックにあるので、うん、まあ、どうやって関係性を作っていくか強くしていくかっていうところを考えて、うん、同時多発的にこれも進めていきたいなと思っているところです。そうですね、まあ、勉強って何ですかね、モチベーション自分自身だけで完結させようと思えばできたりもするんですけど、はい、でも限界はいつか来るような気がしますよね。なのでこういった対話を通してなんか新たな側面だったり新たな分野のことを知れるっていうのはすごく楽しいんじゃないかなっていうふうに思いますし、平田くん自身の興味関心の幅もどんどん広がっていくんじゃないかなっていうふうにも思うので、はい、私はこのコンテンツの行く末がすごく楽しみですどこまで広がるのかなっていうふうに思ってます。まあ本当にどんなテーマで話すか誰呼ぶかみたいなのを、うん、ほぼ私一人の一存で決めてるんですよね、うん、なので相当好き勝手やらせてもらってますね。でもそれが大事だと思いますよ。興味関心がないとどうしてもお話聞くのも難しいじゃないですか。そうなんですよ、うん、どんどんアップデートするのも大変かもしれないけれども、はい、この先どうなるのかっていうところも楽しみだなと思います。はいはい、はい、というところがハロー .pc の今後の展望みたいな話でした、はい、いい開始できましたかねはい、うまいこと入れ込んでもらって、あ、よかったです、ありがとうございます、はい、では続いて社内勉強会 PC サロンの今後の展望みたいなところはいかがでしょうか、はい、そうですね、 PC サロンはハロー .pc ポッドキャストと同じでですね、継続っていうところをまず第一に掲げたいなと思ってます、うん、なんかこうみんなが思うような形に仕立てられたらなというふうに思っていますし、まあ、そこに私のノウハウとか貢献することができたらなというふうに思っています、まあ、これが個人的などうしていきたいかっていう話、はい、でもっと施策の方で言うとですね、まあ、各自あの NTT PC 社の社員エンジニアの各自の業務成果だったりアウトプットを大小問わず発信しやすいような環境づくりを PC サロンっていう
場を通してですね、環境づくりをしていきたいなというふうに思っています、はい、でもっとですね、まだ不慣れな部分も多々あるかなと思っていて、まあ、登壇してもらう人とかディスカッションのパネラーで出てもらう人もですね、まだまだ不慣れな部分はあるかなと思っているので、はい、まあ、人のためになるようなアウトプット、価値ある情報の出し方みたいなところをですね、もっとこうした方が聞いた人はインプレッション高められるんじゃないかみたいなところをですね、アドバイスできるような支援体制っていうものも整備していきたいなというふうに思いますし、はい、まあ、そういった人のためになるようなアウトプットだったり価値ある情報を出せる人って、まあ、社内の権限とかですね、なんだろう、偉いかどうか役職があるかどうかとか関係なく、存在感を示せる、うんうんうん、示すためのポイントになると思うんですね。まあ、そういった人のためになるアウトプットだったり価値ある情報を出せる人を増やしていけたらなというふうに思います、はい、あとは、まあ、PC サロンって社内だけの、イベントなので、まあ、社内だからこそ話せるような話をしていけたらなというふうな話さっきしたと思うんですけど、すぐに答えが出ることばかりじゃないと思うんですよ。はい、なので、まあ、社員同士ですね、ディスカッションが臆せずできるような横展開できるような機会というものをですね、今後も作っていきたいなというふうに思います。いいですね、はい、あとはですね、まあ、PC サロンという場社内限りなので、はい、まあ、練習台だと思ってですね、うんうん、人の感情を動かす力をですね、社員エンジニアの方にはですね、養う場としてですね、使っていただければなというふうに思っています。はい、はい、そうですね、なんて言ったらいいのか、発信してないといい発信の仕方ってなかなか身につかない気がしていて、そうそうそう、はい、まさしく練習台にちょうどいいんじゃないかなっていう気はしますね。あとは綺麗事だけ並べてもなかなかね、人の関心とか印象づけることって難しかったりもするので、わかります。なんだろうな、一生懸命やってる姿って人って感動しやすいらしいんだけど、はい、まあ、それぞれ各自が一生懸命やってることをですね、臆せず発信できるような、これが価値があるんだっていうふうにお客様だったりユーザーだったり同じ業界で働く人たちに情報発信できるような環境っていうものを、まあ、PC サロンの活動を通してですね、醸成していきたいなというふうに思っています。で、はい、さっきも言いましたけど、仕事につきまとう本音と建前のギャップをですね、はい、埋められるような人材社員で満たしていけたらな、いけたらなというふうに思ってます。はい、そうですね、やっぱそういうなんか一人一人の強さは組織の強さに結びついていくので、うん、すごい共感しました。ありがとうございます。そうしたら、はい、社内勉強会 PC サロンの、うん、今後の展望みたいなところもお聞きできました。はい、はい、で私からちょっと紹介したいなと思っている今後の施策というかものもあって、それが社内コミュニティです。今社内でこういうコミュニティ立ち上げたいなと思って画策している動いているものが2つあって、それが、林読会とあと AWS ですね。はい、はい、林読会の方はこう、まあ、まさにそのまんまなんですけど、同じ本をみんなで読んでディスカッションとかをしてこう学びを深めていこうであったりとか、一緒に学ぶ仲間を見つけようみたいな、うん、そういった狙いでやろうとしております。で AWS の方ってどういう文脈で始まったんでしたっけ？そうですね、NGTPC クラウドサービス AWS に限らず、はい、Google クラウドだったり Azure も使っているメンバーはいるんですけれども、はい、まあ、人数的に AWS が多いですと、うん、なので、まあ、そういったクラウドサービスを使っているメンバー同士の情報交換だったりノウハウの共有のために、まあ、社内コミュニティを立ち上げようというところでですね、うんうん、本当は CCOE みたいなものが作れるといいんですけど、うん、はい、まだNTTPC 社の規模だったり、まあ、立ち上げですぐっていうところでなかなか高すぎる目標かもしれないので、はい、まあ、社内コミュニティ有志のメンバー集めて、コツコツ活動を積み上げていきたいなというふうに思っているところです。はい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 。
うん、私もこういうコミュニティ活動をやっていきたいなと思ってたところだったので、うん、まあ社内でそういう機運が高まりつつ、私が林読会は平田くんの提案ですよね。技術書、そうです、林読会、はい、まあ、なので私のやりたいことをできる環境があってラッキーって感じですね。はい、はい、この会社でできることはたくさんあると思いますので。本当そうですね、うん、そういうところの気づきもですね、社内向けにも NTT PC で働いてみたいなって思っていただけるような方に向けても発信していけたらなというふうに思ってます。はい、そうですよね。本当こうデベレルとか技術広報みたいなワードで言うと、エンジニアがこの組織で働きたいなって思えるような、うん、そんな姿を目指していくっていうことだと思うんで、はい、じゃあということで、最後にこうもうちょっとまとめてデベレルチームとして今後どうしていきたいかみたいな話にはちょっと触れて終わりにしますかね。はい、はい、まあ、デベレルチーム全体としてはそうですね、まあ、デベレルっていう単語をチーム名に掲げているところもあり、うん、あの外との接点を増やしていきたいなと思っています。お客様だったりユーザーの方、あの将来のお客様、ステークホルダー含めてですね、うん、あの接点を増やしていきたいなというふうに思っています。はい、まあ社内の盛り上げがまだまだじゃないかみたいな声はですね、うん、あの社内のどこかから上がってくるかもしれないんですけれども、まあ並行してですね、徐々にあの増やしていきたいなというふうに思っています。はい、あのポッドキャストやテックブログだけだとですね、どうしても一方的な発信だけにとどまってしまうので、まあ、技術者の方との交流を目的にですね、外部コミュニティへの社員の参加を促進したりとかですね、各種展示会への出展やカンファレンスへの登壇っていう機会をですね、どんどん増やしていきたいなというふうに思っていますし、はい、まあ、そういった場でですね、あの平田くんが作ってくれたポッドキャストハロー .pc のノベルティっていうものをですね、配る機会を増やしていきたいなというふうに思っているところです。ありがとうございます。なんか、はい、ハロー .pc の宣伝のことも考えてくださって、はい、なんかまさに発信の広げ方というか、うん、コミュニティ活動であったりカンファレンスの登壇だったりっていうのはテック企業のプレゼンスを向上させていくために、うん、もう絶対必要なことというかすごく効果のあることだと思うので、私もこのあたり挑戦していきたいですね。 NTT PC だからこそできるような活動っていうものをですね、機会増やしていきたいなというふうに思っています。はい、はい、ありがとうございます。あと何か言いたいことあったな。お今のうちにちょっと待って、まあいいや、はい、まあまあうまいことまとまってるんじゃないかなと私は思います。よかったです、はい、多分編集してここつながってないなみたいなところが出てくるんじゃないかなと思いますけど意外とどうにかなりますよ。あ、本当ですか、はい、それはそれはさすがの編集力。まあね、まあ、20回くらいやってきてますからねそこはですね、はい、数をこなすって大事ですよね。本当ですね、うん、あの最近好きな言葉が、うん、量が質に転換するっていうやつなんですけど。あ、はいはいはい、はい、私もそれあの高校の美術部だったんですけど。あ、そうなんですね。顧問に言われましたね。お、量も質のうちですみたいな話を受けて、はい、そうだなと思って、はい、まあ、そうやってつながって、はい、よかったんですけど、うん、はい、とりあえず締めだけ取らせてもらいます。はい、はい、そうしましょう。はい、ということで2回にわたってデベレルチームのお話をさせてもらいました。小野寺さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。恐縮ですはい、楽しかったです。はい。